アルメナラの戦いは、スペイン継承戦争中の1710年7月27日、フェリペ五世とカール大公の軍勢の間の戦闘を。フェリペ五世の軍が敗れ、カタルーニャから撤退してエブロ川の後ろでの最終決を余儀なくされた。オーストリア出身の指揮官、グイード・フォン・シュターレンベルク1710年のスペイン戦役は5月15日に、フェリペ五世と 第二代ビラダリアス公爵、フランシスコ・カスティージョ・ファハルドを率いるスペイン・ブルボン家の軍勢がバラゲーを攻撃したことで始まった。神聖ローマ帝国のグイード・フォン・シュターレンベルク将軍はカタルーニャにおける連合軍を指揮していたが、彼はイギリスの派遣軍の士官の活躍により、スペイン軍のセグラ側の阻止に成功した。6月、フェリペ世は増援を受け、不評と、 騎兵六戦で、再度、バラゲーを攻めた。七月、シュターレンベルクは、援軍を受け、攻撃を仕掛けることを決めた。彼は、ノグエラ川を渡り、アルメナラの山上で布陣した。続いて、スタンホープが、デリダの北のバラゲーでセグラ川を渡り、アルファラスの橋へ進軍して七月二十七日に橋を渡った。ジェームズ・スタンホープ、ゴドフリー・ネラー作。ビリアダリアスが、 騎兵突撃を命じたことで戦闘が開始した。突撃は成功したが、敗走する兵士の追撃に急いだことで、勢いが減じた。続いて、イギリス不評が、ブルボン軍左翼を攻撃して、戦列の2列目まで敗走させた。ここで、オーストリア軍も攻撃を開始して、ブルボン軍右翼を撃滅。フェリペ5世は命からがら逃げ、毎一発のところで捕虜にならずに済んだ。 フェリペ5世は、カタルーニャから撤退して、アラゴン王国の首都サラゴサへの撤退を余儀なくされた。この敗戦で、カスティーリャ出身のビリアダリアス公爵は罷免され、フェリペ5世は代わりに、フランス出身の米公爵、アレクサンドルメートルを任命した。ありがとうございます。